何がしたいんだろう。作るのも直感で作ってる。いいですね。最近です。今日はですね、入社前後の印象の変化ということで、まあ、会社のですね、印象について、まあ、皆さんがどんな感じだったのか。まずはあまり深く考えずにですね、レゴをこうガチャガチャ触っていただきながらですね、部品取り出して作品作りをしてみていただきたいなと思います。入社前後の印象の変化というテーマで作る。そうですね。あ、なるほど、面白いですね。お願いします。スタート。あ、これは私もかぶりました。もう一個あった。何も考えないで行こう。考えないで行こう。もう早速小前さんの袖黄色が気になる。小前さん大きくないですか、なんかデザインが。でもそれは人それぞれ。どこまで出るか分かんない。なんかこれやってると喋れなくなる。あ、確かに。なんか あの布が働いてる感じする。何をやりたいんだ。何がしたいんだろう。なんだこれはと思って。親ってなる。作るのも直感で作ってる。いいですね。あ、俺も土台使おう。このタイミングで。これ浅野さんのアートみたいな。アート。アートって言えるのかな。石川さんとさっきタイヤを取り合ったのに全く使ってない。あの組み立てるところになって直感が分からなくなってダイナミック浅野さんのやつがすごい。これは何だろう。何だろう。今から皆さん順番に時間5分ずつぐらいで発表していただこうと思います。で、石川さんからいきましょうか。大丈夫ですかね。はい、はい、お願いします。入社前の私が一応ここをイメージしました、うん、で入社前はあんまりイメージが具体的に実はなかったっていうところがあるので、うんうんうん、入社後はすごい情報量が多い感じになってます、はい、で入社するタイミングで、まあ、自分の中の一つの人生の区切りだったのでドアをつけてます、うん、その後は多分海をイメージしたんじゃないかなと思ってていて、はい、ここになんかいろいろ島がある感じとか、うん、船がある感じとか、うんうんうん、まあいろいろごちゃごちゃあって、で灯台もあって上に上に行く感じ、うんうんうん、海なんですけどなんか上に行くイメージではしごとかをつけました、うん、タイヤはなんか最初に絶対いるなと思って入れたんですけど、うん、自走していくみたいなのが必要な会社なんだろうなっていうところから、ちゃんと自分の力で動こうみたいなところから多分タイヤを入れたんじゃないかなって思います、うん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 、みたいな感じでしょうか、うん、はい、ざっくり。そのなんか一番先っぽにある宝箱、これです、うん、はい、これ何が入ってるんですか。これは文教者の夢が。いや、結構真面目に思っていて、うん、はいはい、なんか文教者の今後の可能性とか、うん、でそれによって私たちが手に入れるものとか、うん、あと文教者 その出した商品から波及して、うん、その商品が届いた人が受け取る喜びとか、うん、なんかそういうポジティブなものが入ってるイメージです。うーん、そのピンクの窓はどんなものなんですか。これなんだろう、ちょっと待ってください。だろう、最後の自分たちが開けるべき扉、試練とか課題とか乗り越えるべきもの、うんうん、でなんではしごがここなのかっていうと、うん、それを意識せずともこう飛び越えられるような課題を試練と思わない、うん、自分の状態でここまで行くっていう、そこまでストレス感じずに最後はポンといけるんじゃないかなって、うん、なるほど。やばい、なんか本当に私自由に喋ってる。いいです。大丈夫ですかね。全然 OK です。これなんだっけ、これ。あ、これ何、これ、うん、これなんだろう。ですね、文教社が今後作るテーマパーク。おー。はいはい、なんかドーム型、東京ドームぐらいの大きさの中に動物がいるのか、なんか遊具とかアトラクションがあるのかわかんないですけど、うんうんうん、それをイメージしてます。でも夢は目標の土台の足元にある。
土台、あえて下に置いた意味はこれが最後じゃないのかな、うん、っていうのと、多分このドーム、うん、テーマパークが日本とか日本中のこの使う人たちの生活の土台になってればいいなとか、うんうん、そういうのもあるんじゃないかな。これ何、これくの字型、それ気になる。これはですね、自分をいい意味で監視してくれるというか、うん、チェック、確認、リスクがないように、失敗のないように見てくれている人たち。なんか自分たちだけで自由に動けるんですけど、ちゃんと助言をくれたりとか、いい方に進むようにマインドセットしてくれたりとかっていう、支えてくれる先輩方とか後輩もそうですし、そういう優しい会社の人たちです。そう、気になったのがですね、手前のはしごのポテそこのくの字につながっていくものと、奥のはしごのその宝箱につながっていくもの、はい、なんかこう2段階あるようにも見えるし、別々のものからにも見えるんですけど、それは石川さんにとって何ですか？自分のスキルとか専門スキルを上げていく、うん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 、でここは人格的にちゃんと大人になるみたいな、イメージ。ドアの前と後ろのギャップ感が激しく見えますが、ここはそうですね、うん、だんだん上がっていく感じになってますよ。確かに、うん、高さが出てきますね。入社してからいろんな可能性とか、うん、手持ちのカードが増えていく機会をいただいてる感じはあって、うんうんうん、で応援してくれる人とかもどんどん増えていく感じがするので、うん、自分的にはどんどん上に上がっている、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そんなような感じですね。私のこの台の色を緑にしたのは、娘がよくあの、はい、パパ好きな色は何ってこう何回も聞いてくるんで、ね、もう緑で固定しようと思ってもう緑になったので自分の色だっていうので選びました。でこれがあの入社前のイメージで、こっちが入社後のイメージなんですけど、うん、でこれはうんこドリルの黄色で、はい、あの境界線を表現しています、はい。でまあ、私毎職は編集プロダクションで出版社とやり取りする側だったんですけども、うん、はい、その出版社に入る前は結構華やかでこう自由なイメージがあるなと思って、うん、特に意味はないんですけど、いろんなものを雑多にこう並べて、でキラキラするようなものを結構散りばめていました。で入社後あの働いてみて感じたのは、あのいろいろな個性の方がいらっしゃるんですけども、それぞれこう皆さん真剣にこう自分のことに取り組んでいるっていうのをこう並べて、いろんな色のブロックを並べて表しています。この窓は風通しの良さというのも表していて、でこの橋は、いろいろなその部署間の交流とかが盛んになっていて、こういろいろ皆さんやってらっしゃるっていうのを見て、この橋も入れています。最後の方にこれつけたんですけども、うん、一つのところに向かってこう進んでいるっていうところもちょっとつけたいなと思って、最後にちょっとはみ出させて、まっすぐこう向いているっていうのを最後だけに表現してみましたというところです。はい、ありがとうございます。これ一個だけどんな意味合いですか？平然と並んでるのがずっと続いてたので、うん、少しこう変えようかなと思って入れてみました、はい。でまあ、黄色多めなのは、うん、うんこドリルの私の色が多いので、まあ、黄色多めというなんです、はい、なるほど。フラットに、うん、規則正しさもあるんですけど、デコボコしたりはしてないんだなと思って、端はデコボコしてますけど、 あとは全部そうですね、なんか手見えたんですけれど、なんかまあ私自身がこうあんまり積み重ねるっていうのはあんまりしないので、こうデスクに座っているイメージですかね。ああ、皆さんがいるっていう感じで、この辺は尖ってたんですか？うん、イメージです結構デコボコしてた。これ全然違いますよね。確かに、そうなんですよ。小前さんの尖ってた過去がすごい自由に、うん、あのやってるのかなと思ったんですけど、まあ、もちろん自由は自由なんですけども、うん、それぞれこう皆さんが自分の仕事に向き合ってやってるっていうのが分かったので、うん、なんか、ね、整然としている感じがするんですけど、どうですかね、私から見るとか、うん、しゃぼっていう、うん、そうですね、うん、しっかり向き合うっていうのをイメージしたのかな。へー、しっかり向き合う、うん、うん、そちらの方が
パッと見こっちが明るくてこっちが暗いイメージ。ああ確かに黒い、うん、確かに確かに、はい、こっち黒いブロック使ってないですもん。黒いブロックあるイメージだったのかもしれない。わかんないですけど。黒は黒でもなちょっと透明な感じ。それ透明ですもんね。はいはいはい。そうなんですね。本当は透明なのもこの同じような形で入れたかったんですけど、うん、なんか見つからなかったのでこれでつなげちゃうと思って入れたんで。これがすごい気になるんですけど。なんだろう。しかもちゃんと入ってないんですよ。それ結構意味あったりするんですよ。何があったんですか。過去に。いろいろイメージを入れてって中でなんか空いてるのは。嫌なんでしょうか私の。ああ植えたい。そうそう、何かしら植えたくて、まあなんか大きいものもあるからちょっと小さいものも入れておこうと思って雑に置いたんだと思いますここに、うん、なんかまあ小さく動いている人もいるっていうような感じの印象ですか。本当デコボコとってところが思いのほかですよね。まとまっている一体感がある。そうですね、はい、ありがとうございました。どん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 チャレンジしていこう、はい、守るな攻めろっていうのが文教者なので、うん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 、これだけじゃないよね俺たちの道はって思ったんですよ急に。